はい、富井さんこんばんは。ちょっと今ね、なんかイオンで買い物してて、奥さんが会計中なんでちょっと時間があったんで思い出したんですけど、一個なんかうちって結構実家的になんかそんなにこうなんか性教育っていうか結構オープンな家族なんですよ。それでなんか例えば、テレビ見てます、で、まあ、そういうキスシーンとかベッドシーンとかあっても、まあなんかそうちゃんとこう見るみたいな、まあね、ある程度こう大人になってくるとそういうの分かるじゃないですか。小学生とかになってくるとね、男女がキスしてるとか普通に見てたんですけど、なんかある時僕がまだ全然それこそ11歳12歳ぐらいの時に、あの北京原人っていう映画があったんですよ。それでその映画の時になんかそのなんつうのあるシーンで急にこの原人のと心を通わせるために突然女の人が脱いだんですよ、上半身裸になって。で実はその時にその自分たちが映画を見てたね、 お母さんとかお父さんとかいる時に目の前にその上映する前になんかその3人ぐらいの少年がいるのが見えて、その3人の少年はなんかその始まるまでデジモンって分かりますか、あのこうくっつけてすごい昔にさあったそのこのちっちゃいこのゲームの端子みたいなこうくっつけてなんかこう2つのなんかこう強いモンスターを作るみたいなやつをやってたんですよ。ほんでその映画が始まってそういうシーンが出てきて、でまあね、女の子が裸になるじゃないですか。でその時にこう目に映ってたんですよ、その人たちがどういう反応するのかなと思って、3人の同じ年ぐらいの、じゃあ11歳10歳ぐらいの少年たちがポンポンボーデの中でなんかのきっかけなのか一斉に同じタイミングでデジモンやりだしたんですよ、その裸の女の人が見えた瞬間にね。すごいそれがなんか急に記憶にこう蘇って、何だったんだろうと思って、いや別にだって映画見てるんですよ。しかも当時のデジモンってめっちゃその画面が明るいわけじゃないから、その何暗いまま映画の明かりでそのこう強くさせようと、その時に絶対そこでやるタイミング違うでしょみたいな。でも当時は携帯とかもないし他にこうごまかしようがなかったのかもしれないけど、なんかその瞬間突然思い出したっていう、ただそれだけのことです。それだけのために2分半使ってます。そして僕は今これね一人でこう撮ってるでしょ、めちゃめちゃ見られますよ、イオンで一人でカメラに向かって喋ってるから。でも俺はそんなの関係ない、なぜなら俺一人じゃないから、俺一人じゃない、ここにもう一人いるからね、恥ずかしくないでしょ。よく寝ましたよ今日は本当にね。このね抱っこ紐ねあるんですけど、これエルゴっていう、まあ、ちょっといいメーカーの抱っこ紐買ったんですよ。でその抱っこ紐っていうのはなんかケチんない方がいいって言われてて昔から。でそれケチると例えば1万円のもの買いました、そうするとこの首とか肩とかすごい痛くなります。で2万円のもの買って痛くならないんだとしたら半年以上使うから絶対抱っこ紐高いの買っとけみたいな言われて買いました。はい、ただそれだけの話。すげえな、今イオンにいるんですけど、イオンってこういう不動産も売ってるんですよ今。でこのイオンの不動産ってすごい良くて、一番おすすめはね不動産は山田不動産、山田電機に入ってる不動産。なぜなら不動産を買っても借りてもいいけど、ポイントがつくんですよ 10%。 これ知らなかったでしょ。だから例えば、まあ、仲介手数料で60万払ったら6万円ぐらいついてくるんですよ。めっちゃ良くないっていう話。はい、ちょっと話それましたけど、そんな北京原人のことを思い出したという今日でした。皆さんね、まだコロナ払ってから気をつけてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。